カッシーナは、イタリアの高級家具メーカー。モダンデザイン家具の製造、販売を行っており、モダニズム建築の著名作家が設計した家具の、復刻でも知られる。ビコ・マジストレッティが1959年にデザインし、カッシーナ社によって生産された、カリマーテ・チェア1927年、北、イタリア・ミラノ近郊の名画において、チェーザーレとウンベルトのカッシーナ兄弟によって、 アメデーをカッシーナ社として設立。当初は手工業的な生産であったが、第二次世界大戦後、カッシーナ社は外部のデザイナーとのコラボレーションを開始、多様な家具を生産するようになり、その規模と名声を拡大していく。会社は、クルーズ客船、高級ホテル、レストランへの家具の納入によって、発展を遂げていった。1952年にジオポンティと共に豪華客船。 アンドレアドーリアのインテリアを手掛けたことは、会社の飛躍の大きな契機になったとされる。1954年、イタリアの優れた工業デザインに贈られる、コンパッソ道路賞が創設されると、カッシーナ社が製造した椅子が受賞対象の一つとなった。1960年代半ば以降はもっぱら、高級インテリア分野に、企業活動の大部分を注力している。 1964年には、ルコルビュジエがデザインした4種の家具を製造、販売する独占契約を結び、カッシーナイマエストリコレクションを発表した。1972年、ニューヨーク近代美術館の展覧会イタリー、ザニュードメスティックランドスケープでは、共催に当たった。1991年は、カッシーナ社として、コンパスソドーロ賞を受賞。2005年、カッシーナ社は、 同じイタリアの高級家具メーカーである、ポルトローナ・フラウグループに買収された。2008年には、ミラノで、メイドイン・カッシーナ展を開催、同展覧会は日本にも巡回した。カッシーナ・イ・マエストリコレクションは、モダニズム建築の著名デザイナーが手掛けた家具の、復刻コレクションである。ルコル・ビュジエとピエール・ジャングレ、シャルロット・ペリアンのチームがデザインした4種の家具の、リプロダクションが、 その最初であり、これには LC1、LC2、LC3 アームチェア、および LC4 デッキチェアが含まれる。今日においてもカッシーナ社はルコルビュージェデザインの世界的なライセンシーである。イ・マエストリコレクションは1968年にベルリンのバウハウス資料館からバウハウス製品の一部の複製券を取得、ついで1971年に ヘリット・リートフェルト及びフランク・ロイド・ライトがデザインした作品。1972年にチャールズ・レニー・マッキントッシュがデザインした作品についての権利を取得し、規模を拡大した。以後、1983年にグンナール・アスプルンドの家具の複製権を取得。1986年にはフランク・ロイド・ライト財団からフランク・ロイド・ライトがデザインした家具の複製権を取得しており、 2004年には、シャルロット・ペリアンの家具についての権利を得、イ・マエストリコレクションに加えている。2008年には、フランコ・アルビニをイ・マエストリコレクションに加えた。ありがとうございます。